ろ、俺。どうせ相当盛られたブスが来るに決まって。オレンジのシャツにストライプのパンツ。ん？カズヤくんだよね。とりあえずこっち。おらんか。姫、シゾル姫。カズヤ。これ。バカ、声出さないで。そんなこと言ったって。これ。よっぽどピンチなんですけど。何考えてんのよ。いや、無理言うな。二十歳男子の正常な反応だ。うん、今すぐ下ろして。だから無理だって。これ以上やったら事務所に通報するわよ。バカ、動くとよけ。大丈夫ですか。そうですか。つかぬこと伺いますが、若いカップル見ませんでしたか。病院の外に行くと言っておったの。何、オンに来ます。星は外じゃ。一言言ってやる。和也くん、待った。髪やるの時間かかっちゃって。カズヤくん、嫌かもって不安だったんだけど、どうかな。別に嫌じゃねえよ。よかった。くそ、ちくそ、かわいい。言ったみたいだな。そうね。この距離、やばい。なんて細くて柔らかい体。今俺の彼女だよな。ドラー。何考えてんの。レンタル彼女だっつってるでしょ。あんたとそういう関係になるなんて天地がひっくり返ってもないから。ためなら私どこへだって駆けつけます。わしは信じておったぞ。千鶴さんならカズヤを見捨てはせんと。あんな男に恋人ができることなど二度とないのだから。じゃなきゃおめえがあんな S 級美少女と手つないで歩いてる説明がつかねえだろうか。家で少女か、生き別れた妹か。やめろ。俺も彼女に失礼だろ。彼女。水原と言います。いつも和也さんがお世話になっています。彼女ってあれか。デートしたりパンケーキ食ったり SNS に2人のセルフィー上げてお互いにいいねし合ってるあれか。他にあるか。やりすぎ。なんだこれ、超気持ちいい。隣には史上最下のメス。疾風
ルトとごぼう抜き一気かせい。水原千鶴が同じ大学だったなんて。甘く見てくれる必要ないから。わかった。じゃ先にいい？え？事務的なのはここで終わらせちゃった方がお互い楽でしょ。あ、はい、どうも。じゃあ行こっか、カズヤくん。干渉をしない。大学でも当然赤の他人。話しかけない。私への連絡は必ずサイトを通して。水原。1時間だけ。毎週水曜日、1時間だけならレンタルされてあげる。あなたのためじゃない、おばあさんのためよ。水原、ありがとう。水原、毎週水曜1時間だけ俺の彼女になってくれ。あう。ペリーロードだって。下田バーガー食べたい。千鶴、早く来なよ。あ、くだらなくなんかないわよ。簡単に忘れられないから大切なんでしょ。ポイできちゃう関係より幾分マシよ。水原、レンタル続けてみたら。え？寂しくて死にそうな夜もあれば、またねでしか解けないバイバイもある。私でよければ相手するから。水原！あ、すみません、鍵をかけ忘れ。は？どういうつもり？近寄らない約束は？なんで下田にいんの？それはお互い様でしょ。友達が海行きたいって言うから仕方なく。で、何？あの、お金なら貸さないわよ。お前、人を何だと思ってんだ。そうじゃなくて。何？この前、なんであんなこと言ってくれたんだ？別に深い意味はないわ。あなた落ち込んでたみたいだし、レンカノで振られた寂しさを紛らわせるならそれもありって話をしただけ。そっか。